どうもー。いやね、今日ねちょっとピンポンありまして、ピンポンね、で、はいっつってね、あ、ヤマトですっつってね、来て、あれ俺なんかネットで注文したかなと思って記憶なかったんですよ。だけどなんかヤマトなんですよね。で、まあサインして誰やねんと。で、送り状見てもなんか東京の青山から送られてきてるんですよ。青山って、はい、何が送られてきたのかっていうと、思い出しました、こちらですね。ドルルルボン、はい、これちょっと開けて、あ、開封してみましょう。これめちゃめちゃすごいケースに入ってるよ。これなんかあのキャバクラに出てくんじゃねえかなみたいな。ほらすごくない？うわすごいすごい、これすごない？めちゃ、しかもこれなんか入れ物がすごいな。はい、こちらウイスキーでございます。これね、2万か3万するかな、はい、こちらです。まあネットで調べていただいてもいいんじゃないかなと。多分2、3万すると思います。こちらですね、今そうそう、僕誕生日だったんですよ、10月で。10月誕生日でして、でその誕生日プレゼントでギフトが送られてきて、ギフトみたいなね、今時代だなと思うんですけど、そうギフト、そうで、そのギフト、メールでギフト送ってもらって、そのクリックして、それでなんか注文、自分で注文するみたいな。で結構前にやったんですよね。だからもう11月じゃないですか。僕10月1日誕生日なんで。来ましたね。そう、まあ、これ送っていただいたのが、今僕のコンサル受けてるね、もうタイに移住しちゃったコンサル生。なんかね、10月も1000万いったみたいで、3ヶ月連続1000万超えっていうね。結構今荒稼ぎしてますけど、今荒稼ぎしてますよ。そう、3ヶ月連続1000万超えですからね。来年はもう1億いくかなっていうところで、稼いでる子はちゃうね稼いでる子はちゃうねあざーす。こんなウイスキー僕人生で初めて飲みますね。こんなウイスキーすげえな。まあ次は山崎ちょっとリクエストしよう。山崎高いですよね。山崎何年だ、山崎20年ぐらいですか。なんか山崎ちょっと調べていいですか。山崎ウイスキー、あ、12年か。山崎ウイスキー12年、あ、12年、2万5000円ですね。2万6000円、山崎2万8000円。あ、でもまあまあ、山崎18年いってみましょうか。18年、山崎18年だと、たけ山崎18年、いきなり高くなる。10万超えですよ、18年は。すげえ。山崎18年、10万超えしてます。これちょっと、すごい。入れ物がすごい。これやばくないですか、これ。ちょっとこれ、リクエストしよう。10万。これ、来年、コンサル戦に。1億達成記念で。これちょっとわかんねえな。もうすごい18年、木だ。もう来年もうちょっとこれ、山崎18年ちょっとリクエストしよう。12万、ウイスキー。まあね、1億の中のちょっと10万円ウイスキーどうなんだ、みたいなね。これもね、こうちょっと調べてみましょう。これ多分ね、2万8、3万ぐらいだと思うんですけど。KAVA
VAVVVVA この赤のやつあった。あ、これ2万4000円ぐらいですね、アマゾンで。これだ、これですね、カバラン。そ、あ、これ台湾 中華人民局なんだ。コンクール多数受賞、スピリッツ界の新勢力、カバランソリスト。これ2万4000円ですね、はい、アマゾンで。そう、いや山崎18年すごいね。山崎18年、山崎の12年だったらあんまり価格変わんないから、まあでもそのギフトに載ってるかですよね。うん、山崎12年だと2万6000、5000円ですかね。うん、いやありがとうございます、あざす、届きました、これがついに。飲みたいと思います。いやすごいな、こんな飲んだことねえな。入れ物がすごいですね、なんかあのキャバクラで出てきそうな感じで、ドンペリ入りましたみたいなね。なんかキャバクラで飲んだら30万ぐらいしそうですねすごい、あ、これ磁石になってる、すごい、これ磁石になってる、すごいすごいな、あ、磁石だねここね、すごい。ありがとうございます、はい、いやーね、でも僕もね、まさかね、あのこんな早くね、彼がねこううまくいくとは思わなかったので。そう、最初はねあれでしたからね、あの一番最初なんかね、あの全然稼げてませんみたいなお問い合わせいただいた時期もありますので。そう、吉谷さん、こんな僕に厳しいお言葉をいただけないでしょうか、ノウハウコレクターで全然2年ぐらい稼げてませんみたいなね状況からね、今はね、何なんですかね。はい、ということでウイスキー届きました、ありがとうございます。飲みたいと思います。まあこれでもこれ飲めないな、なかなか飲めないな、これこう何かの時に飲みましょうか、これ記念の時になんかねえ、なかなか開けられないな、これは。そう、ちょっとまあ何かで開けます、記念の時に。あ、でもあれっすかね、年明けとか、年明けいいっすかね、年明け、来年の年明け吉谷神社で開けようかな、来年、ちょっと来年の開けたいと思います、来年年明けで。まあ毎年ね、僕一回、あの今はそのライブ放送って、あの金麦研究所っていうそのメンバーシップでしかライブやってないんですよ。ただ1年に1回だけその吉谷神社っていうのをやっておりまして、それは1年に1回一般公開でちょっとライブやってるんですよ。でその時にちょっと開けようかな。うん、でその吉谷神社のやる目的は、投げ銭にしてくださいっていう投げ銭にしてください。去年も投げ銭な一人ぐらいいたかな、はい、お願いしますまあ来年吉谷神社来年もやりますので、多分ね3年ぐらい、いや3年か4年やってるはずなんですよ。うん、そうで今年はそう、お客さんの方から言われたんですよね。なんか吉谷神社今年やらないんですかみたいなって言われてやったような気がする。あ、吉谷、すいません、吉谷神社結構やってるわ、すいません、吉谷神社結構やってました。2019年、2020、2021、2022、2023、5年やってます、すいません吉谷神社結構やってるやん、もう5年やってましたね、はい、でも吉谷神社の2019年一発目はウイスキーのカスタムサムネイルになってるな、はい、なんで
2024年の吉谷神社はこちらを開封していきたいと思います。飲んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いやでもね、今年も終わりますよ、早いくて。いや、今年はですよ、まあ、髪の毛もより一層抜けましたけど、やっぱ今年はやっぱ一番大きかったのはやっぱ猫っすね。猫どうしようかなって言って、いや本当にね、なんかみんな可愛い可愛い言うんですけど、結構しんどいっすね。ほんとしんどい。まあでもね、まあお母様お父様ね、ねみんなおぎゃおぎゃ泣いてたわけじゃないですか。子育てねしていただいてあれなんですけど、やっぱね、僕は子猫っていうのは人生初めてなんで、子猫のこのやんちゃぶりはきついっすね。子猫のやんちゃぶりはもうだいぶでかくなりましたけどね。ルルちゃん、ルルちゃん、そう、ルルちゃん、よいしょ、大運動会ですよ、大運動会。でもこれいい遊び道具できましたね。これあの包まれてたんですけど、これね、ここにこれに包まれてたんですけど、これちょっといい遊び道具だな。ルル舞、ルルの舞、ルルの舞です。ルルルルル、もうおかげさまでね元気になりまして、まあ目の方はねまだちょっと目薬はちょっとしてます。なんかちょっと白くなっちゃう、まあお医者さんに言われたのが、あの一回ウイルスにかかっちゃうとそのウイルスがなくなることはないらしいんですよ。だから向き合っていかないといけないって言われて、だからねちょっとし白いんですよねこっち、うん、まあまあ普通に開いてますけどね。まあ、旗から見たら、ね、動画じゃあんま分かんないかもしれないですけど、ちょっとね白いんですよ。よいしょよいしょ、ちょっとね分かるかな、分かんないよな、うん、ちょっとね白い、痛い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 、もうね歯もねだいぶもうあれなんですよ、本当に痛い。血も出ましたからね、血も。まあ、こうやってなんか練習するんでしょうね。そのなんか狩りの練習を。その DNA に刻まれた感じで。本当に痛いんですよ。あ、今現状としては大運動会しまくってしまくってしまくって疲れると、あの膝の上に乗ってきます。だいぶ疲れ果てるともう膝の上に乗って寝るみたいな。そう、いや結構ねほんときついっす、マジでぼやきですけど。まあでもね、僕もね多分ちっちゃい頃はね夜泣きとかしてたんでしょうね、うぎゃーみたいなね。まあこれね多分生後今5ヶ月ぐらいかな、多分5ヶ月ぐらいだと思います。今4ヶ月5ヶ月かな、
でも拾ってきた時は保護した時は、まあ、この手こんぐらいだったんですよ。このもう手に乗る感じで。なんか猫って、まあ、1年でまあバーってでかくなるっぽいんですけどね。いや大変っす。一応この女の子なんですけどね、だいぶ元気でございます。そう、ルルちゃん、ちょっとこれお礼言わないと。これこれ俺これを包んでたのはこれですからね。遊び道具できたね。これ尻尾がねすごいんですよ。なんかもうハンマー尻尾みたいになって、鍵尻尾みたいな。痛い。いや大変です、大変ですよ。事件は現場で起きてます。はい、ということで今回ですね、コンサル生からこちら送っていただきました。ありがとうございます。はい、あとね、来年ね、その今タイに移住してるんで、まあ、あのタイに遊びに行こうかなと思ってます。はい、では終わります。バイナラ。